はい、皆様こんばんは。今回もシャイニングフォース3シナリオ1続きやっていきたいと思います。いよいよ最終決戦ですね。ここまで来たら何も言うことはない。シンビオスよ、自分の力を信じてアラガントにぶつかっていくがよい。よし、じゃあ行きたいと思うんですが、じゃあ敵の編成を見てみましょう。柱の後ろにいるのはなんとトラウマハイウィザード。こいつが本当にやばい。あとアロガント王子ですね、能力はそこそこ、体力は分かりません。スパークブレード、スパークを使ってくるんでしょうか。では準備していきましょう。よいしょよいしょ、布陣が大事ですからね。よいしょ、まずは全員の準備ができるっていうのが大事ですからね。よいしょよいしょ、エルダー、よし、いいねいいね、走って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 、ハイウィザード、走って走って、とりあえず全員集まったらレジストをかけていきたいですね。レジストと、よいしょ、レジストでも覚えてるのが村雨だからな。ここで会いに、ブルードラゴンいたけど気づかんかった。あー、やべえ、いや、まだ回線の笛は鳴ってないよ。逆は、でもそんなでもないですね。我々も強くなったものだな。上歩いてくるの卑怯だよ。わあ、攻めてくるやん、攻めてくるやん。あれ、アロガントは多分移動しないよね。お前らミスったな、それは完全に策略ミスだ。死ねー、スイミーブ、ブシャーン。スパークレベル1でも放り込んでおくか、マスキュリンで。レベル1でいいだろう。魔法スパークレベル1、いや、ちょっとそれは舐めすぎな気がするけど、まあいいか。スパークレベル1十分でしょ。ギガブレイカーだしな。全然全然、あー、舐めすぎだった、完全に舐めすぎだったな。レベル1ってこんな弱いんだ。あ、アンク装備してるじゃん。何してんの、うっかりしてるよ、超うっかりしてるよ。エルダ、エルダ、エルダどうする。この辺でいけいけ、遅いわ、見た感じ遅そうやもんな。いや、でも硬いな、こうやって見ると。アンク装備してた、これはショック、ショックがでかいぞ。ダンタレスでボーナイトとどめさせてくれるでしょう。まあこんなもんよ、普通こんなもんよ。いや、ミスった、本当にミスった、アンクはミスった。最終決戦でこれはないわ。いけいけ、急げ急げ、レジストかけるんだよ、みんなで、みんなで仲良くレジストかかるんだよ。いけ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 、ハイウィザードはおそらく動かないです。いけるか、これちょっと良くないね。スピアを投げて行くか。結局スピアの技覚えなかった、使用回数が少ないからな。1しか与えらんねえしな。回復してあげたいけどちょっと届かねえぞ。ヒールレベル3で無理やり回復するか。大丈夫だろ、回復しなくて。いや、した方がいいな、そんなケチる必要はないからな。よしよしよし、ケチっても何もいいことねえからな。よし、オーブライト走れ、見せてくれ君の性能を。パワーホイールがぐるりんぐるりん、それなり。右のボーナイトが怖いけど、まあ、ヘイワードとジャスティスがうまいこと処理してくれるでしょう。いけ、とりあえず1体倒せ、多分倒しきれないけど。硬いな。ジャスティス、ジャスティスって名前すごい名前だよ。今さら正義を振りかざす、そんな名前。よし、お、いいねいいねいいね、スペルウイルス最強技です。いいねいいね。ちなみに
ちなみにこの状態でリターンすると、なんと巨神戦士が復活した。第1回目の戦闘から。どうしたどうした、曲どうしたどうした、巨神戦士が復活した状態から戦闘が開始されます。8か、ダメージのうちに入らんな。10以下はダメージとはカウントしない。よいしょ、お、きた、シャインエッジ、チャイン、強、かっこいいけどミラージュダンスの方が好きだな。直接切り刻んでる感じが。装備変えよう、間違える前にな。で、よいしょ、ブレイズレベル1、節約どうよ。やっぱ結構食らうね。さっきのはミスでした。よし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 、もうちょっとだよ、もうちょっとで、よいしょ、いったれ。あ、避けられた当たってるだろ、くっそー、しょうがない、ジャスティスとヘイワードで倒すしかねえか。いけ、頼んます。ダメか、あー、いけたいけた。やっぱ攻撃力高いね。とはいえよ、本当に。どうしよう、待機で。ハイウィザードが怖い。本当にハイウィザードが怖い。持ち物。装備。久しぶりにやりますよ。よいしょ。トマホーク。そりゃ割とダメージを与えてしまった。思った以上にダメージを与えてしまった。アロガントは動かない。よし。ここで攻撃することによってシンビオスとの友情効果で攻撃力も上がった状態でのスペルウイルス倒しに行く。素晴らしい。よしよしよし、最終決戦なんでね、全力で向かっていかないと失礼に当たっちゃう。もうちょっとだよ、もうちょっとだよ。ぷいぷい、ブルードラゴンゆっくりしてんな。待機。こことかにいて、ダメだ、ここだな。で、魔法サポートレベル2、ちょっとペンにかかんないけど、これでいこう。神よ、力を。ちょっとペインにはかかんないけど、これでいいんじゃなかろうか。どうせアロガントだしね、直接攻撃は。で、レジストかかるメンバーは村雨中心でかけて、で、一気に突っ込んで後ろのハイウィザードに魔法とか弓とかをバシバシ当てて倒しつつ、アロガントを囲む感じで。エルダーは急いで右かなハイウィザードに攻撃してくれたらいいなぐらいの感覚でいこう。魔法村雨いくぜ、レジスト、リンブーン、よしよし、いくぜ。次のターンが回戦だぜ。次のハイウィザードが動いた直後がもう試合開始のゴングだぜ。あ、今だ今からだわ。いや、大丈夫か、ダンちゃん。あ、そうね、ダンちゃん、そうだね、使ってこうぜ。いけ、体力すぐ見えたな、アロガント。全然恐るるに、あいきなり亀裂が、あ、ブルードラゴンが、くわー、やばす。とりあえずここ待機でしょ、だって攻撃方法ないもんね。待機でしょ。いやー、全然じゃねえか。
使うぜ。アクハルバード、装備しろよ。スピアのままじゃねえか。これこのまま装備し忘れてからね、事故が起こっちゃうパターンあるぞ。走れ走れ。アロカンタ動かない。やはり動かんな。やつは動かんよ。会心率が上がってからの会心の一撃は出ませんでした。いやでもこれ勝つな、これ勝つぞ。俺バカ野郎、お前、俺は勝つぞ。お前ブルードラゴン、ブルードラゴン、カーン、カーンか、カーンなら大丈夫。硬いから、硬いけど、硬いけどそれは痛い。結構時間かかったけど、でけえなブルードラゴン。もうついにモンスター頼り出してるからね。よし、危ねえ危ねえ危ねえ。ブルードラゴンは俺たちが倒す。シンビオスは直接攻撃をかましてもらう。となると直接攻撃できない残されたメンバーたちは、おお、そうだスパーク持ったんだった。やばいやばい、ギャブブブブブブ、ギャブブブブブブ。あ、ヘイワードまずい。あー、やべやべやべ、やばい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 バイヤ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 。どうなるどうなる、魔法スパークレベル3いけ逆に放り込んでいくスタイル、攻撃していけ。この威力よ、倒せ、倒せんか。片方は倒した。マスキリンのレベル上がる、強えな。マスキリン半端ねえな。さてオーラの魔法2が、魔法2ってなんだ、オーラレベル2があればいいんだがないからな。届かないんだよ。くー、ちょっと待って、一人こいつめっちゃ死にそうだったよね。持ち物を使う、癒しの雫でヘイワード、ヘイワードはさすがにこのターン食らったら死んじゃうから回復してあげよう。そして誰がいける、カーン、カーン、カーン自分死にそうだ。行っちゃおう、全員で協力してブルードラゴンを倒そう。うりゃー、懐に潜り込んで、よしよしよし、これは微妙だぞ。いけるか、村雨、忍者村雨、忍者村雨は、忍者村雨はどうする。フレイズレベル2とかこんな、あ、倒せそう。いけ、消えろ、消せやった、なんとかハイウィザード倒すことができた。よしよし、これでだいぶ楽になったぞ。敵は回復の術もなくした。やつはもうスパークしか脳がない。エルダーは後ろに回り込みたいな。ちょっとこの辺で、この辺にしとこう。ダンタレスで行くことによってこうバシーってやりたいけど、あースピアないんだった。こいつはもうすることがねえな。後ろだ後ろ、こっちに合流して戦ってもらおう。アロガントはやっぱ主人公シンビオスと一騎打ちみたいな感じで直接攻撃で叩き合ってほしいからな。さてどこ中心に行く、うん、マスキリン中心でオーラだ。よいしょ、これで行こう。これはもう勝ちでしょ。敵の体力が多いとはいえもう負けることはないんじゃないでしょうか。回復もしっかりできるしな。レジストうまいこと使わないといけない。いくぜいくぜいくぜ。この位置微妙すぎる。でもしょうがない、しょうがないもんね。ここ攻撃できないもんね。みんなが変な位置取りすぎなんですよ。しょうがない、500を切った。スカルメイジを倒した私にとってはアロガントなど敵ではない。武器壊れたら面白いのにな。アロガントの武器が壊れたっつって、さすがにないと思うけど。しばっちゃんこっち合流する、
することないもんね。よいしょ、ちょっと亀裂が入るまでスパーク放り込んでみるか。装備、武器使う。最終決戦ですからね、全力で向かっていかないと相手に失礼ですからね。ぐわーすぐ壊れるよし、ジャスティス先輩お願いします。かませかませ、よし、セントフレイム最強技ですね。ジャスティスの最強技とは一体、ウゴゴゴゴゴゴ33。さてペンのターンがやってきたんですが、いけいけ、全員で囲んで倒せ。エチ、うわー弱え、ペン弱えよ、なんで連れてきた。いけいけ、よいしょ、あと一発あと一発あと一発で倒せるぞ。オブライトはやっぱ防御面強いね。ヒットポイントと防御面2ずつ上がるぞ。あれ何もしない、あそうだ、アロガントは、おおやべ、ダンタレス忘れてた、うわ死ぬんだねこれ。ああ全然大丈夫だった、カーンで回復しよう。アロガントどうも2回行動する可能性があるみたいですね。ほら来た、うわうわ、あやべ、エルダーがスパークグレード、魔法じゃないってところがミソなんでしょうねこれ。やっぱレジストかかってない組はちょっとしんどい。あとレジストかけないといけない、これきついきつい、これやってみよう。ディアマット、もう初めて聞いた、イデオ竜王ティアマットって言ってた。雨みんな目細めて、やばいやばい、目痛いから。77。ああ、目痛い。よっしゃ。よっしゃ。よし、行くぜ、シンビオス。戦いを挑んでいけ。全力で、全力で切り合え。あいつスパークしかしてこんけど、全力で切り合うんだ。エルダ後ろ回り込める、来た来た、これ後ろからエルダがすごく援護している。ブラッディースピン出てほしかったな、回復してほしかったな。さてカーンで、カーンで回復しておこう、ヒール、祝福あれ、ビヨ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 、うわー回復量がしょぼい。アイスドラゴンが動くまでの間に倒しておきたいが、レジスト、レジストこうかけておこう、とりあえずこうでしょう。シバちゃんも下がろう、することがない、下がってアイスドラゴンの掃討に参加してもらおう。ダンちゃん、やはり最後はダンちゃんだったな。でーん、共和国随一の騎士ですからね。でもアロガントの掃討には参加できていない。ヘイワード中心か、ヘイワード中心だな、ヘイワード中心にかけるか、ヘイワード中心にかけよう。でシバッちゃんはこのターンで下がらないと死んじゃう。汝の子らに祝福を与えたまえ、与えたまえ、ふう、あいつ直接攻撃してくれたらいいのにな。でも直接攻撃のターンと魔法攻撃、違う、アイテムの攻撃、スパークブレードのターンあるんだろうね。そんな気がする、すごくそんな気がする。しばちゃん下がれ、ふう、ジャスティスはここで攻撃するのが一番良さそうだった。来た、バルカンショット、アロガントかっこいいな、こう見ると
片手でブレードを構えて一見隙だらけに見える。あの構え一見隙だらけに見える。よしよし、ここ装備、こいつがいることによってオーラをうまく使える。お、来た来た来た、直接来た。愚民がつけ上がるな。うわー、かっこいい。うわー、すごいすごい。愚民がつけ上がるな、いいな。この対決は胸熱だぞ。あ、2回剣できた。よいしょよいしょよいしょ、ちょこれは普通のヒールで回復できる。あ、やべ、もう魔力がブレイズでいこう。燃やしちゃえ。マスキュリンやべえな。お、強っ。ティアマット使わずこっち使えばよかった。いやー、行くぜシンビオス、やったれ。よしよしよし、こっちも最強技を見せていく。ほらほら、よし、100切った。終わりですな、ついに。エルダーも後ろから卑怯な感じで、フフドーン、卑怯やな、後ろからドーンって。ダンタレス、ダンタレスもすることないな。待機、こいつもすることねえぞ。サポートを放り込んでいこうか。どうする、本当に本当にすることないけど。これしたことによってカーン死んだりとかないよね大丈夫だと思うけど。シンビオス回復せんといけんな。ちょっとまだタナトスやってないから、タナトスもやりたいし、タナトスやりたいけどやりたいんだけど。回復アイテムあるあるある。じゃ、これでシンビオスを回復して、グレイスのタナトスが見たいんです。あ、届かねえな。マスキュリンがえらい位置に上がる。うわぁ、くっそー、タナトス見たかったんです。しょうがねえ、オーラかけとくか。誰に、自分中心だなこれは。オーラ見たかったな。オーラじゃない、オーラじゃない、タナトス見たかったな。これはもう負けませんな。おしおし、オーラ遅えよ遅えよ。もうちょっとレベル上げてくればよかったんですけどね。まあでも程よく苦戦してよかったんじゃないでしょうか。しばっちゃんしばっちゃん、お、直接、そっち行っちゃった。エルダーを殺しに来た。やべやべ、エルダー終わったなこれ。エルダー、エルダー、エルダを救う術がない。なぜこっちに移動したかというと、タナトスを使いたかったがもう遅い。シンビオスの一撃でとどめを刺したいけど、そんな余裕あるか、なさそうだ。倒すか、倒すんじゃない。うわ、1残した。これはシンビオスにとどめを刺せと言わんばかりだが、終わった。エルダー終わった。エルダーが最後の最後に破壊してしまう。うわー、スパークブレード恐るべしでした。うーん、せっかくだから最後は誰も被害を出さずに倒したかったが、うん、ヘイワードが移動しなければ勝てたんでしょうが。じゃあ頼むぞ。これは激アツだろ。
シンビオスは HP が2回復した。シンビオス軍の策略にはまってこのアロガントが敗れたのか。我々が倒したのではありません。王子、絶対的有利だった帝国軍だから戦いに隙が生まれ自滅したのです。そうか、シンビオス軍にはお主がいるが、私は頼りのフィデリティを失っていた。その軍師の存在が私有を消したか。フィデリティ、お主が名将コムラード殿の子孫、子息か。我が策略をことごとく破った才覚、やはり父親譲りであったようだ。子孫って言っちゃった。なぜにあなたのような器量の方がブルザムのような邪教と組まれたか、お答えください。アロガント王子、帝国の習わしである年功序列制ならば皇帝の座は第二王子の私には回らない。それへの気の迷い、焦りかもしれぬ。だが皇帝にふさわしいのは私なのだ。父がかつて皇帝の座を奪ったがごとく、自分の力でその座を奪うためだ。だがそれも叶わぬ夢となった。ガハガハ、もはや全てが終わる。何もかもが元に戻り、ふぅ。野心の塊やったんやな。帝国内の世継ぎ騒動が帝国と共和国間の戦争に発展し、ここに終結を見たわけだな。その通りだよ、シンビオス。解決がついたのはまだ一つだけさ。まだ片付けねばならぬ問題が。ブルザムか、こいつか。すごい、本当にすごかった。僕まさかシンビオスおじさんが勝てるなんて思えなかったんです。バカ野郎、めっちゃ揺れてる。あんな方法で巨神戦士を倒すなんてきっと誰も思いつきません。流されてなかったんだね。無事だったのね、アグリード。姉さん、本当に巨神戦士を倒してしまうとは大それたことをしたな、シンビオス。トラスティン様がどうして手を足よくこんな場所に。あなた方の出発から時間を置いてマロリー兵を進軍させたのよ。妻として信じられない夫だわ。目立たない数の兵を残しずつ送り、目立たない数の兵を少しずつ送り、ダムの放水ののろしとこうしてアスピアの町に侵攻したのだよ。ずいぶん思い切ったことを。アグリード様が無事だから事なきを得ましたが。無事だと思うのは早すぎるな。彼は誰だ。ググ、どこを探している。この夜叉はここだ。忍者。貴様、忍者だな。ドミネート皇帝の命を受けてアロガント様を監視していたものよ。ドミネート皇帝にですって。それは一体どうして。アロガント様はドミネート皇帝が将来帝国を任せてもいいと思っていた方だ。だから陰ながら監視を命じられていた。あのアロガント様がまさかこんな形でシンビオス軍に倒されるとはな。皇帝も考えておられなかったのだ。それじゃあ皇帝さえアロガント王子に皇帝候補の一人であると告げていたなら、こんな戦争は起きなかったってことなの。くく、そうかもしれぬな。だが皇帝のお考えは誰も理解できぬよ。私はただありのままをお伝えするのみ。貴様、アグリード様が無事だと思うのは早すぎると言っていた。何をする気だ。私の本来の役目はアロガント様の監視だ。しかし正々堂々と戦ったアロガント様にトラスティンは約束をたがえたのだ。それは確かにそうだが、こう思う。親の気持ちに免じてこればかりは許してもらえぬか。ならぬ、アロガント様の無念を思えばせめて一死を報いさせてもらわねば。やめて、お願いです。私をどうか代わりに私を殺してください。うわー、手裏剣や。うわー。
アグリード様のなされた約束は果たした。これにてごめん。いずれ相まみえようぞ。ドロン。アグリード。私のアグリード。流れが急だ。夜叉と言ったか。アグリードを堀の中に。私が挙兵さえしなければ。あの子は私たちにとってたった一つの望みだったのに。姉さん。気持ちはわかるが、シンビオス。堀の水の流れはまだ早すぎるのだ。飛び込めばお前までがジュリアンパターンやな。危な、手すり。死に急ぐ必要はないぜ、シンビオス殿。やっぱりな。その声は、フェンディングか、フィンディングか。部下の名前間違えた。俺っていいところに登場するな。そう思いませんか、トラスティン様。フィンディング、お前まさか。でーん、てれてーん、てってーてでー。やった、飛べてよかった。アグリード。頭つかんでないですか、フィンディングさん。我が子アグリードよ。いやー、助かった。足踏みすんな、シンビオス、そこめっちゃ危ない。わー、ハッピーエンド。敵の軍門に下ったマロリー領のウィルマーを倒し、フラッター将軍とバサンダの子ブラーフを退け、ついに地下遺跡のバサンダ戦に貴重な勝利を得た。ダムの水の放流という巨神戦士打倒の秘策により帝国の大軍をも一掃したシンビオスたちは、占領軍総指揮官アロガント王子より首都を奪還。人質の姉マーガレットの子アグリードを保護し、全ては解決し、何もかもが平和に戻ったかに見えた。終わった、シャイニングフォースシナリオ1巻。いや、長かったですね。長かったけど、プレイ時間もかなり長かったけど、実際プレイしてる本人はあっという間ですね。今ダンタレスが斧を装備してる姿見えたんですけど、これね、実はシナリオ1、2、3と続くんです。最初に入力した主人公シンビオス、メディオンだ混ざっちゃった。メディオン、ジュリアン、3人ね、それぞれシナリオ1、2、3の主人公となっております。ちなみにシンビオス、シナリオ1では一回も喋らなかったですね。全て点々点になってました。これがシナリオ2になると、メディオンが点々点になってシンビオスは喋ります。はい、主人公視点でね、よりものが見れるようにという昔の RPG の習わしなんでしょうか。なんでこの先シナリオ2を実況する予定なんですけれども、その時にシンビオスが喋った時はちょっと、あ、こんなこと言ってたんだなと、いろいろ思うことがあるかもしれません。おーおお、裏でいろんなキャラの必殺技が流れてますね。いやでも本当にこのゲームを実況してよかったなと今更ながら思っております。眠い目をこすりながらエンディングを迎えれてよかったと思います。さて、パート30いくらかで終わったんですけれども、いかがだったでしょうか。かなり長い感じになったんで、倍速 1.5 倍速ですねばっかりの実況になったんですけれども、ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。このまま私はフェードアウトしますんで、エンディングをご覧ください。ではまた次回もよろしくお願いします。失礼いたします。